えっとそれではですねあのまあ今回の明日の50、えー、ハッシュタグ神奈川の女性と政治、えー、企画したあの二人の記者にあの話を、えー、聞いていきましてまたあの田中先生にも合わせてお話を伺っていこうと思っていますでまずあのまあ神奈川新聞社 のまあ、女性の割合はどうなのかというところをちょっとお話しして、えーまあ、2人にバトンタッチしたいと思うんですけれども、えーとまあ、先ほどあの私申し上げましたけれども、まあ、132年の歴史の中で、えー、女性の編集局長はあの私が初めてでした話をしたんですけれども今ですね神奈川新聞社で勤、えー、続5年以上の、えー、女性従業員の割合は21%です、えー、と一方ですね、えー、管理職 に占める割合は11%ということになっておりまして本当にあのまだまだ女性は少ないです。であの、まあ、局長会というのがありましてですね私も編集局長なんですけれどもその前にあの経営戦略本部の事務局長というのをしていたんですけれどもやっぱりあの、まあ、大勢いる中でですね、まあ、1人だけ女性みたいなことがあのずっとまあ長く続いてまして。 えとまあ、やっぱりその中でですね、まあ、私がこうどういう心理状態に陥るかというと、まあ、なるべく目立たないように服は黒かグレーかみたいないうようなまず意識が働いちゃうわけです、まあ、そんなところから始まってでも言わなきゃいけないことは言わなきゃいけないんですけどもやっぱりこう圧倒されてしまうみたいなところがあってあのどうしてもそんな心理状態にあの陥ってしまうというところもあります。 で今回あの、まあ、編集局長初めてなんですけれども、まあ、ずっと男性の局長がまあ築き上げてきた働き方みたいなところがあって、じゃあ、秋山さん、どんな局長をやるのかしらみたいなところは、ずいぶん見られているなというあの感じはしています。でどうしてもあの新聞社の場合、あのずっと長時間労働に支えられてきたところがありまして、まあ今日も夜勤、明日も夜勤、えそれができる人みたいな。 ところで,です、ねまあ、仕事が続いてきたというところがあるんですけれども、やっぱり今後のことを考えると、まあ、子育てだったり、介護だったり、まあ、だんだんあの、まあ、社員が高齢化してきてまして、あのまあ病気とあの一緒に仕事をしていく人っていうか、人も増えてまして、やっぱりそれぞれあのいろんな立場の人があのまあ仕事を続け,ら続けていけると。 いう、あの職場を作っていかなきゃいけないな、というのが、あの私が非常にあの思っているところです。じゃあさて、あの二人に話を聞いていきます。けれども、あの、今回、えっ、ー、と、こうしたあの企画を、あのしようと思った。あの、まあ、あのきっかけだったり、あの、えー、まあ、モチベーションだったり、というところを伺いたいんですけど、じゃあ、どうしましょう。どちらからいきますか？はい、じゃあ、塩山さん、お願いします。 この度はシンポジウムに参加いただきありがとうございます。ご登壇いただいたご3人の方々もありがとうございます。ちょっと11月から部署を移動してしまっているんですが、10月末まで報道部で記者をしておりました塩山といいます。隣にいる蓮見記者と一緒に今回の「明日の50」の連載の企画を担当いたしました。ちょっと手短にあの連載の方の内容もご紹介しつつ、 その経緯をご紹介できればと思うんですが、あの会場にいらっしゃる方々は、ね、プログラムの,あの右下の方にもちょっと書かせていただいていますが、今回、ですね、まあ、女性の政治家が少ないという中で、実際にではあの少ないながらも政治家になっている実際の方々というのが、どういう思いで立候補していて、どういう課題を持っているかということを改めて可視化したいというところで。 8月から9月にかけて、えっと、県内の全女性議員、地方議員は198人、国会議員は8人を対象に、えー、個別のアンケートをお願いしました。でそこで83人から回答を得まして、えっと、そこで分、えっと、かったアンケート結果を中心に連載を進めました。またあの、ちょっと記事を読んでいただければなというところなんですが。 まあ具体的にはその県内の女性議員の割合のランキングを表にしたりですとか、あとはその女性が、えー、と立候補するときから選挙期間中の課題ですとか、まあ、そのハラスメントの内容ですとか、まあ、立候補を検討した理由というところで、えー、とアンケートを取って、えー、とグラフにしました。でまあ、主なこうテーマというと、動、ま、機、あ。 ですとか、まあ、女性議員が増えたことの効果ですとか、まあ、そのセクハラだったり、子育て、介護っていうまあ障壁のところでしたりとか、あとはそ,の、まあ、そういう課題がある女性議員同士で連携してこう乗り越えようという動きですとか、まあ、今回あの登壇していただいた大倉さんのえとご紹介や、あの同じようなこの大倉さんのこう現代版ともいえるようなえと住民自治、 を、えー、と体現している、まあ、東京都の杉並区の事例も、えー、取り上げました。で今回、登壇していただいた農場さんのお話も、えー、と世代というところで、まあ、若い世代の方でも動いているということをご紹介いたしました。というところで、えー、とちょっとまあ先にあのまた田中先生にあの、えー、と取材させていただいて、今回登壇していただいた経緯も蓮見記者の方からご紹介できればと思います。 報道部のハスミト申します。本日はありがとうございます。田中先生にあのメディア そのジェンダー平等に向けてどう役割をできるのかというお話をしていただいたんですけれども私がやはりこの企画を始める、まあ、きっかけとしてはあの記者になってまあ10年ぐらいなんですけれども初めてこう新聞社に入った時にあのまあ女子高女子大育ちなんですが、まあ、とても男性が多くて、まあ、あのそれでも皆さんこう一緒にやってきたんや,やってた 来ていいるという中で、まあ、女性が少ない中で、まあ、例えば MeToo の問題が、まあ、起きたときにやはり取り上げてその問題を取り上げていくのはやはり女性記者があの中心になっていくわけですね。やはり当事者としての,あの えと女性たちのこう苦しみというのが分かるという点でやはりあの神奈川新聞2009年から Me too, you too 運動「MeTooYouToo」Me too, you too というワッペンでその女性たちの,あの、えー、と動きについて伝えてきたんですけれどもそういったその連載の企画をしていくのもやはり女性記者中心でしたので、まあ、どうやったらあの えとメディア、まあ、新聞社の中全体で、まあ、男女関係なくこのジェンダーの平等の問題を考えていけるのかということでまずはメディアにどんなあの問題があって、まあ、どんな役割をしていくべきなのかというところで、まあ、田中先生にぜひご講演、まあ、あのインタビューもさせていただければなというところで田中先生にお願いいたしました。 でやはりそのあの先生がご指摘いただいたその産業構造における不在、表彰における不在、研究における不在というのは、やはり記者としてもすごくあの経験あの、働いてきた中ですごくあの的確なご指摘であって、この企画というのも、実はそのやはり 女性のデスクがあの報道部でデスク女性なかなか出ていらっしゃらなかったんですけれどもやはり最近女性のあのデスクがあの来られてあのやはりあのそういったこうジェンダーにこう理解理解と言いますかあの知識を持っている方だったりですとかあとこう相談をした時にああのあのこう 受け入,て入れられるという、そういったそのやはりそのメディアの中の,その多様な働き方というのがすごくこの表彰の問題にあの連結していて、その女性の政治のこう活動をこう焦点を当てて、何が課題なのかというところを伝えていくときにも、やはりその今まであまりあの、まあ、十分な報道が足りていなかった中で、やはりその産業の構造における不在にこう。 やはり多様性が関わってくると、あのすごく報道もあのそれに連携して、あのどんどんこう伝えていけるんじゃないかなというふうに感じておりますはい、ありがとうございます。 では、あの早速ですね。田中先生にちょっと今回の神奈川新聞のあの連載につきましてですね。ま、私どももあの取材をさせていただいたわけなんですけれども、あのちょっとご好評といいますか？あのお話を伺えればと思います。お願いいたします。はい、ありがとうございます。あのはい、あの、本当に良い記事をあの連載していただいて、あの読んでいてすごくあの。 興味深かったっていうこともあるんですけど最初にご紹介いただいたように私生まれが横浜で金沢文庫の辺りなんですけれども文庫と八景の辺りで横浜市なんですね。ですごく神奈川県に10歳ぐらいまでいたんですけどものすごく愛着がありましてそういう中でやっぱり地域の問題をしっかりと取り上げて新聞が報道していくって

やっぱりなかなかこう地方の,あの政治の問題にまで踏み込んできめ細かい調査をして報道していくっていうことがあのすごく難しいと思うんですね。で、私一回あの朝日新聞の中の,あの女性政治家の取り上げられている記事の分析で一本論文書いてるんですけれどもそうするとやはりですね、あのやっぱり国会議員の方が非常に多くなりそしてその国会議員の方もあ,のある特定の 女性の議員さんばっかり取り上げていくのであのすごくこう女性議員さんのイメージが広がらないしあの、まあ、やっぱりすごくエリートで恵まれた環境、まあ、親も政治家とかそういう恵まれた環境の女性議員さんだったりあとまあ元弁護士ですとかそういった方ばっかりがあの取り上げられていくのでそうするとですねあのなかなかこう私も政治家を目指してみようかなっていう気分に おそらくあの読んだ方が慣れないと思うんですね。であのそれに比べるとやはりこう地方の議会の方たちの声を細かく拾っていくっていうことによってあの例えばこう政治を目指した動機がすごく身近なあの日常に根ざした問題であることであったりあとあの具体的にあのどういう環境の中で政治 のまあ選挙を戦っていくことになるのかというようなあの本当にこう日常生活にあの根ざした形での,あの報道というか記事というものが、えー、とたくさんあのこんなにたくさんの連載で読めるというのはおそらくあのこれからちょっとこう政治に少し関心があって考えていこうというような人たちにとってすごい参考になるんじゃないかなと思います。はい とまずっとしゃべっちゃうんで、一旦ここでお戻しします。あま今、田中先生からも、私たち神奈川新聞社が地域の報道機関として、やっぱり地方の政治を丹念に報道していくことこそ、役割があるんじゃないでしょうかというお話を伺いまして、私たちも本当にその気持ちでいっぱいでいます。 であの今あの、いろんな地域で動きがあると思うんですけれども、それを一つ一つ課題を掘り下げてです、ね、報道していくということを、あのこの統一地方選に向けて取り組んでいきたいなというふうに思っています。であのまあ、日常生活に根ざすというお話が今、田中先生からもあったんですけれども。 やっぱり神奈川新聞の役割として、えー、地域の皆さんの、まあ、生活に根ざした行動をしていくということもあの大きな役割ではないかなと思っています。で私自身も、えーまあ、新聞記者になって、まあ、30年経つわけなんですけれども、まあ、普通の,、まああの市民でありますし、まあ、子育てをして、まあ、親の面倒を見てみたいなところもある、えー、生活者でもあるわけなんです。 でやっぱりその普通の生活をして、えー、まあ新聞社で働けるっていう環境を作っていくことが、うん、あの大事なんじゃないかなっていうふうに思ってまして、うん、えそうしないとやはりあの、まあ、持続可能な職場になっていきませんし新聞社自体があの続いていかないというふうにあの思っていますそんな気持ちでですねあの今日は田中先生のお話をあの伺ってまいりましたありがとうございます。 でえっと、時間も迫ってきたんですけれども、あの今回のあの今日のお話でですね、えーま、田中先生、あるいはあの、えー、蓮見記者、塩山記者、えーまああの、何か質問がございましたら、あの会場からお受けしたいと思うんですが、えー、いかがでございましょうか。はははい、い。い。どうぞ。はいはい 男性でもそうなんですけど、あのなんていうかな、目指すことこなんじゃないでしょうか。私のね、はい、次男が今、育休を取ってるんですね。子供が2人、えー、3歳と0歳で、友稼ぎです。えー、嫁も産休、えー、育休を取ってます。1年取ると思うですで。息子が、あ、息子が、次男が7月1日、6月の6日に子供生まれて、7月の頭から来年の1月ぐらいまで育休を取ると宣言して、 会社に言ったそうですそしたら、前人事部長が、今は役員になってる人が、それが取れるんですかと、本人のところに手羽かけてきたと、いや、本当の話ですから、それでもう一つ、上司の人が、お前、そんなことしたら、出世遅れるよと言ったと言ってました。でも今あの何でしたっけ、局長さんやってらっしゃるってことは、すべてそれをクリアされたってうんですよ、どうやったらそれがクリアできるんですか。 はいいありがとうござますおそらくですね今ご質問いただきましたけれども2人もいろんな思いを抱えながらやってきてると思いますで私自身ですねやっぱりいろんな悩みがありましたいろんな壁もありましてもう本当に日々感じるところがありましたで一つはやっぱりさっき大倉さんがおっしゃってましたけどつながり といいうところがすごく大きいなっていあの社内でもやっぱりあの、まあ、お互いお互い様助け合っていこうねっていうつながりで、えーまあ、後輩が私を支えてくれるっていうつながりっていうところがあの、まあ、もちろん制度を変えていくとかその制度にのっとってあのいろんな取り組みを進めていくっていうこともあるんですけどもやっぱり気持ちの上で前に進んでいくには やっぱりそのつながっていく仲間たちの存在が非常にあの大きいものを感じています。で実はですねあの私もあの取締役になったんですけれどもあの各今、まあ、私たちは神奈川新聞社なんですけれどもえ地方新聞社というのがですね各地域に全国にありましてようやくですねあのその新聞社に私の世代ぐらいの皆さんが取締役に今なり始めてます。でただやっぱりえ取締役の中で一人 いう方たちが多くてですね、それぞれやっぱりそのまあいろんな壁にぶち当たったり、えなかなか分かってもらえないっていう中で、その地方の新聞社の今取締役でネットワークを作りまして、お互い連携していこうっていうふうな、うん、あの動きになってます。で、あのまあ、取締役として管理職としてのいろんなあのまああのハードルがある一方ですね。やっぱりその新聞業界が まあ、お互い抱えている構造的な問題もありまして、うんえ、働き方だったり、やっぱり知恵を出し合って、あの同じ新聞社なんだし、まあ、考えていきましょうねっていうところが、あの今あの始まってましてあの、大きな取り組みになっています。なのであのやっぱり なかなか本当にハードルはあって難しいところもあるんですけども、うん、今あのおっしゃってくださっているように私,私がまあ後輩たちがいろんな悩みを言ってきたときにじゃあ,あの一緒に取り組んでいこうよねって言える立場になっていきたいなと思ってますし、まあ、そういったあの管理職を私がこう増やしていかなければいけないなというふうに思ってます。うん、あの質問ありがとううございいますいどうぞリモートの方もいらっっしゃるマイクを使って ははい、いいい、お願いいたししまます。す。と申今回は本当にあの発見が多い連載、それからあの先生方あの皆さんの本当に学びの多いお話、ありがとうございました。あのお伺いしたいなと思ったのはあの連載でそれぞれ記者の方がですね、あの地方政治に関わることの、まあ、女性だけではもしかしたらないんじゃないかと思うんですけれどもその政治っていうところに、えー、地盤、看板もない。あの 何代目でもないというような形で、そういう中で人,の人が出ていくことの難しさ、そういうことの発見、そういったことを取材してみて、やっぱりあったんでしょうかと。でもう一つは、今、地方新聞の連携という話がありました。でこれはあの神奈川での発見というのは、多分全国に共通する発見かなということを思いまして、こういったそのテーマであの地方新聞が例えば連携して、 その全国の状況をお互いに交換したりっていうようなことっていうのはありえないんでしょうか。で、それがもしありえたとしたらですね、これ、記事ってどうしてもこう過去の記事ってあのだんだん消えていくというか、あのアーカイブには残ってると思うんですけど、なかなか目に触れる機会が減ってきますよね。それをなんかもっとこうデータバンクのような形で、地方政治に関わりたい、あるいはなぜこんなに地方政治に関わる人が少ないんだろうと思ったときに読みに行けるような。 物をこう全国の地方紙の方が例えば作るとかですね、なんかそういうこう、蓄積、あの知見の蓄積みたいなものに、あの、風変性があると思うので、あの今、今日このこの時期だからっていう意味ではない内容だと思うんで、なんかそういう蓄積に、なんかこう、公共に共有するようなものにならないでしょうかで、質問がたくさんあってしょうがないんです、すみません、ね、最後の質問は、反響はいかがでしたかっていうことをお伺いしたいと思います。すみません 最初は地方紙との連携であの蓄積をうまくいろんな形で,です、ね、今までもあの地方紙の連携というのがあったんですけれども 割と今まではあの報道に関する連携と、えー、いうところが、まあ、中心だったというふうに思うんですけれども、ここにきまして、まあ、いろんなですねあのやっぱりその、えー、働き方だったり、そんな、まあ、今まではなかなかお互い共有できなかった部分での,あの連携をしようという試みがあの少しずつ情報交換というところで始まっているところです。えー、ついいこのももですねあの私も、えー、そういったあの、まあ リーダー研修みたいなのが新聞社横断して参加を募ってっていうところがありまして私も参加してきましたそこは地方紙だけではなくて朝日新聞だったり日経新聞だったりっていう新聞社からも参加されていて実際にその働き方っていう部分で同じような共通の悩みだったり課題を抱えている中どうやったらそういった 長時間労働をまあ是正することができるんだろうかみたいなことをようやくこう話し合ってまあお互いの情報交換を始めたところです。で、えっ、ー、と、あそれで反響の部分でしょうかじゃあ,あ、2人にちょっと聞いてみたいと思いますので、はい、お願いします。質問ありがとうございます。えっと、反響の部分でいきますと、まあ、今回、記事の中で取り上げた 女性議員の方からご連絡いただきまして、その女性議員の方に関しては、まあ、どういう経緯でこう議員になって、まあ、どういうことをしてきたかというのをまあ伺って記事にしたんですが、まあ、そこでこう記事が載ってからすごく反響があったというふうに、まあ、おそらくそのあこういう理由でこう議員になったとっいうところをまあ多分多くの方が知ったんだろうと思うんですが。うん やはり今まで私自身入社して、まあ、国会議員の方々は国政選挙のたびにこう訴えていることですとかこう議員になろうと思った理由とかっていうのは記事にしてきたんですが地方議員レベルだとなかなかその、まあ、人数も多いので一人一人どういう理由で議員になろうと思ったのかとかじゃあ今実際どういう活動をしてるかっていうのは本当に取り上げてこなかったなというのを反省をしました。まあ、やはり こう一番身近な地方議員の方々がどういう理由で議員になろうと思ったかっていうのは、まあ、知ることがやっぱりその議員を増やすことにもつながるのかなと思っておりましてやはりこうそこが分からないとなかなか自分が立候補しようという気持ちにならないなというふうに自分自身思いましたしあと取材している中でこう議員がどういう仕事をしているかが分からなかったっていうような市民の方も多いというふうな話も。 伺いましたで我々はもう取材後当たり前にしているので議員の方々がどういう活動をしているかって本当に分かっているつもりではありますが、まあ、市民の方々ってもう本当に分かっていない方々も多いんだなというのを実感しましたのでこう改めてそこは分かっているよねという前提で記事を書くのではなくてやはりこう議員の方々がどういう仕事をしているかっていうのはもっとこう具体的に丹念に 取材していく必要があると思いましたし、それができるのはおそらく地方紙。だと思うので、うん、その地方紙の役割を再認識いたしました。質問ありがとうございます。あの最初のご質問。で、えっ、ー、と、まあ、どういったこう。 多様性な,多様な人たちをこう取り上げてい、まあ、けるかという、まあ、そういう問題もこの,あの女性の政治家が少ない問題を通して見えるんじゃないかというお話だったかと思うんですけれどもあのこの、えー、と企画が始まる 時ので、あの紙面で、上智大の三浦真理先生、政治のご専門の先生に、あの今回のまあアンケート結果などをお伺いしたときに、やはりこれ、男女共に見える偏りだから、男女共にこうあの構造を考えていかなければならないと。例えば、男性の議員であっても、まあ、地盤、看板とか、そういった、その、えっと、 生まれながらにしてこう恵まれているまあ方がまあ議員になりやすいというあのことがあるわけでまあそういった男性の中でも偏りがあってその偏りをまあ女性 の視点を通すると、まあ、見えてくるというふうにお話を伺ったときにあまさしくそうなんだなあの先ほども田中先生があの女性の問題ジェンダーの問題というのは女性の問題にあの落としやされがちだということだったんですけれどもあの決してそういったその女性だけの,あの問題ではなくて、まあ、男女ともに偏りがある中でどうあの新聞がその問題を指摘してあの報じていけるかというのが一つあの私たちの最初の,あの取材を始めた時のテーマで でやはりその大倉さんもあのおっしゃってあのいた,だいたと思うんですけれどもやはりその三浦先生もやはりこれから女性議員がこう増えていくためにはやはりボトムアップのまあ政治をがあのすごくキーになるだろうというふうにおっしゃられていて、まあ、特に神奈川県は共働きも多い地域ですので、まあ、そういった地域の人々がどうやって自分たちの,あの課題をあの地域でこう共有できる空間を作っていけるのかと。 そういうネットワークを作っていって、まあ、ボトムアップであの、えー、自分たちがこういう地域にしていきたいっていったときに初めてあの既存の政治ではあのなかなか女性がいなかった、そこのところに対してこう女性のまあ視点といいますか、杉並区がいい高齢だと思うんですけれども、そちらそれであの取材をさせていただいて、でやはりそのお話を伺う中で、やはり。 女性ならば何と、まあ、言いますかあの数が増えるのもすごく大切なんですけれども女性の中でもこう政策をこうちゃんとこう訴えていけるようなその地域が良くなるためにはどうしたらいいかということでやっぱり政治政治をあの地域の自治を考えていくときのためにはやはりその,あの、えっと、もともとその地域自治がしっかりしている中でこう新しい 風を通す人々があのを擁立するところで初めて女性という視点も一つ出てくるというところですごくその小倉さんの話と杉並区の,その取材した事例っていうのはすごくリンクしていてで、えー、とやはりそういった中でそのやはり田中先生がお話しされたようにその あのやはり個人化されがちなその問題例えばその農場さんはすごくこの個人化された時代にあのこう水直のように現れてあのあの女性のジェンダー平等の,あの課題にこう向かっていってらっしゃる、まあ、そういう方が神奈川にいらっしゃるっていうことでそういった方々をバック アップではないんですけれどもやはりそうやってメディアが声を伝えていくっていうことがやはりこう地域の新聞社にはすごく求められているですごくこのシンポジウムも小倉さんと農業さんをこうおつなぎあのする場になれたっていうのがすごく私たちもすごく地域の新聞社としてすごく嬉しいことでありましてでこういったあのあの女性の,その政治家を増やしていこうというあのテーマは他の地方支さんも もうあの女性記者を中心に行ってきたことで例えばあの南日本新聞さんですとか、まあ、あの徳島新聞さんとかあのすごくあの調査報道されてあのあのさっき先人をやられてきたわけですね、まあ、そういった方々とまあ連携していくで共同通信 あの通信さんなんかもすごくそのジェンダーの,あの社会部長の女性がなられてあの女性の,そのジェンダーの,あの平等の記事、えー、をこうすごく三田先生と一緒になって統計データをもとにあの報道されていますのであのやはりすごくこう社会の,そのジェンダー平等の動き,動きとメディアの動きっていうのはすごくリンクしているので、まあ、そういったあのこうネットワークをメディアの中でもどんどん作っていってその農場さん どうこうつながったりですとか、大倉さんの知恵をお借りして、世代を超えていくというところが、やはりまあ地域の新聞社にとってもすごくあの必要なあのことでありますし、報道だけでなく、こういったコミュニティをこをつなぐ場っていうのを運営していくということも、地域の新聞社のえっとできることなんではないかなと考えておりまますすあありりががととううごござざいいます。 ではあの時間になりましてですね、最後にあの大倉さん農場さん田中先生に、えーま、このシンポジウムをあの一緒に、ま、振り返ってです、ね、お一言ずついただきたいのにちょっとあのオンラインの都合上ですね、大変申し訳ないんですけど席をあの両記者とバトンタッチしていただいてですね パソコンの前に座っていただいて、ちょっと申し訳ないです、大倉さん、あのお座りいただきまして、えー、あのお話しいただければというふうに思いますので、どうぞちょっとお座りいただけますでしょうか、大丈夫でしょうか、大丈夫ですか。はい、じゃあ大倉さんから、あの一言ずつ、ちょっとシンポジウムを振り返ってお話しいただければと思います。あの私、ね、大変有意義なな取りり組みだったとと思いいまますす今おお話を聞いておりますと 女性編集局長が誕生して、まあ、どっちかというとこういうような企画になっていったというふうに、まあ、私は受け取ったんですがあのやっぱり男女が共にその能力を発揮することで社会は変わっていくと新聞社内部も報道の仕方も変わっていくというのが今日は見て取れたなというふうに思うんです。であの今日はたまたま国際男性でですよね。で あのこのシリーズが終わりにこういうシンポジウムを開いたのが男性デーだったっていうのもなんかあのジェンダー平等を言う時に女性だけの問題じゃないよ男性だって同じようにやっぱりあの苦しんでる人もいるし考えなきゃいけない問題なんだっていうことも改めて提起してもらったっていうふうに思うんです。でそれも計画的に えー、やっていって今度は男性の問題に転嫁していこう転化じゃないわ続けていこうというふうに当初から考えていたのかなそしてこれを続けていくと男性の問題ジェンダーの問題をやっていって最後には今度は来年の4月の統一選挙までに何をテーマにするのかなっていうのが大変興味を持てるようになりましたそういう意味でやっぱり世の中は男女が半々いるんだから。 どんな事業分野においても企業の分野もそうだし教育の分野も政治の分野も男女が同じような比率で半々で、あのー、やっていくということが日本の、えー、人権問題ジェンダーフリーの問題を国際社会の中で今や146カ国ぐらいですかね調査して120位という本当に不名誉なところにいるわけですがそれが100位未満に。 入っていける日も近いかなというまあ期待を持たしていただいたシンポジウムだったと思いました。ありがとうございました。はい、じゃあ農場さん一言お願いいたします。はい、今日はありがとうございました。あの本当に貴重な場に呼んでいただいて、あの大倉さんも田中さんも前からお話したかったので本当に嬉しかったです。で、あの そうですね今日振り返っていろいろ学び合ったんですけどやはりそのフェミニズムとの視点あのが、まあ、いかに政治の中でこれから必要なのかっていうところが本当によく分かったなといいますかなんで私が女性議員あの増えなきゃいけないと思っているんだろうってもちろんそのこんだけ社会の中で半分女性なのになんかいないのおかしいじゃんっていう話ではあるんですが、まあ、同時に今の社会の中でかなり分断がこうあって。 まあ自己責任が問われている中でそうではない政治の選択肢を作っていくっていうことを考えたときにそれがすごくフェミニズムの視点なのかなっていうのをお二人のお話を聞きながら改めて感じてかこう自分ができることをもっと考えていきたいなというふうに思いました。あありりががととううごござざいいまましたす では、田中先生お願いいたします。はい、あ、あの、本日はあの貴重なあのシンポジウムにあのオンラインであの非常に不本意だったんですけど、ちょっと今地方にいるので、あの残念ながら会場に参加できなかったんですけれども、あの貴重なシンポジウムに参加させていただけたことは、あの大変あの光栄に思っております。ありがとうございます。そして、あの大倉さんも農場さんもあの本当にまさに神奈川新聞のあの新聞記事であの？ えっと、特に大倉さんのことは読ませていただいて、あの、今日すごくお会いしたかったなっていうのと、あと、道女さんも前から、あの、最近注目の若手女性ということで、あの、注目していて、高校も、あの、実は、あの、同じだったっていうのが最近わかりまして、あの、いい教育をしてる高校だなと思ってるんですけれども、はい、あの、それで、あの、今日こうやって、あの、 本当に新しいテクノロジーを介してあのお話しさせていただけたことはあのとても嬉しく思います。あの一点だけあのえっ、ー、と新聞記事とあと大倉さんとあの農場さんということであの結びつけてあの私が感じたのはあの大倉さんが最初に立候補されたのが1987年っていうふうにあの記事で拝見しましてでやっぱりその時っていうのはすごくあの女性をこう押し出していこう っていう機運があのやっぱりそしてあの農場さんが活動し始めたのもおそらくあの先ほどの私の整理で言うとあの第4波フェミニズムあのまさにこう新しいテクノロジーを使って女の人たちがまた声をあの上げ始めたっていうそういうやっぱりこう時代の,あの勢いとか風潮っていうのがあのやはりこう何て言うかな あのすごくこう背景にあるのかなっていうことは感じていてじゃあその時代の風とか勢いみたいなものをあの誰が作ってるんだろうって考えた時にやっぱりこう政治に携わる人たちそれから文化を生産していく人たちそれからあのジャーナリストとやっぱり研究者っていうのはすごく責任のあるあの要はえっと言論の場であったり あの社会の中で何が価値を持つものなのかっていうことを作り上げていく上であのすごくやっぱりあの責任の重いあの人たちなんだなっていうことをあの今日は全体を通してあの感じましたなのであの常にどの時代も多分勇敢な人たちっていうのはたくさんいらっしゃってでもその勇敢な方が上げた声をちゃんと拾い上げて大きく伝えていく。 もしくは、えー、とあなたのその意見その声っていうのは大切なものなんだよっていうふうにあのやっぱりこう連帯して押し出していく協力していく支援していく人たちっていうのがいなければあのいくらやっぱり勇敢な人が声を上げたとしてもあの広がってかないし伝わっていかないと思うんですよね。はい、なのであの今すごくあのまた日本社会もあの女性 活動活躍みたいなことに関してはすごくいい流れができてきていると思うのであのぜひこれをあの今回は断ち切らせないようにあの未来につなげていけるといいなというふうにあの今日のシンポジウムをあの聞いていて考えままししたたあありりががととううごござざいいました。 はい、ではあの、以上をもちましてあの本日のシンポジウムを終了したいと思います。あの改めてあの大倉さん、農場さん、田中先生、ありがとうございました。